この占い、信じるか信じないかはあなた次第です。やりすぎ玉木の都市伝説検証コーナーでございます。はい、今日のお題はじゃん。イエスかノーかリクエスト占いから2025年についての占いをまとめました。はい、2025年にね、何か世界とか日本であるんじゃないかしらって、たつきりおさんの漫画とかね、あとその他にもいろんなこう予言者とか、占い師さんが世界中の人がこう言ったりしてて、皆さん関心の高いことだと思うので、リクエストも多いんですけれど、切り抜いて、バーって繋げたので、整合性が合うかどうかちょっとわかんない。自分で見直し、あんまり見直さないままもうひたすらくっつけたので、ご覧くださいませ。はい。では、どうぞ。2025年の7月に何かが起きると言われていますが、みんなが何も起きない大丈夫と信じて願ったら何も起こらない方向に動いたりする可能性はありますか？変化するかだね。もしも何かが起きる運命っていうか、そういう何かがあるのかもしれない。でもみんなが何も起こらない大丈夫って大勢で祈るっていうか、そういう方向に願うことで変化することはあるか。これはイエスであってほしいね。願いで変化する。願い。他になんかないのかな。行動することとか、願うだけ。願いじゃ足りないかな。ズボッと出ました。そうだね。やっぱり、もうちょっと積極的な何かが必要って出てるよ。心の中で何も起こりませんって願うだけではダメだ。うん。不十分だ。多分。うん。タワーとか出てるし。もうちょっと積極的な何か行動を起こす？なんだろう。それが何なのか今思い浮かばないけれど、思い浮かんだらぜひ質問してください。はい。続いて、イスラエルとハマスの戦争。2025までに終結と玉木の占いで出たけど、イスラエルの勝利っていう感じで終わるのか、終結する2025年には、日本人の暮らしはどうなってるか、時間あったら2025年どれが起こるのか。これね、ちょっと後に怒涛のいろんな方の質問があるので、そっちで見ましょう。2025年何があるのかみたいな、めっちゃいっぱい選択肢あって、聞いてる方が後々出てくるので、1ヶ月以内とかに。それでお願いします。はい。イスラエルの勝利なのか。ズバッと出ました。力が逆向いてるね。でも下はいいカードなんだ。引き分けみたいな。引き分けなんてあるかな。引き分けて、集結できるようなものなのかわかんないけど、微妙、三角って感じ。うん、そんな、なんか強い勝利の感じはしない。まあ、勝ったとしてもなんか負けるが勝ち的なさ、完全勝利っていうか、なんか、なんだろう。負けてると見せかけて実は勝ってんだけどみたいな、こう、複雑な何かあったり、するかな。三角。終結する2025年には日本人の暮らしはどうなってるか。大変とか、大変だが暮らせているとか。2025年の12月とかにしよっか。2025年の12月だとね、年末で。2年後我々は、日本人、こう、全部こう、鳴らすと、平均すると、どんな感じか、小人協力してる。ズバッと出ます。すごい協力して暮らしてそうだよ。で、皇帝が逆向いてんだ。なんかもう政治とか政府とか当てになんないかも。ただ、きつい。確かにきついわ。きついし、なんか、いろいろ、社会とか政治とかあんま機能してない。とこがあるかもしれないけど、多分こう国民が協力してとか自分の力、底力ってを出して、わーって、明るくって、うん、そうだ、前向きには暮らしてるかな。うん、そんなイメージで。続いて、2025年になると太陽の下で流通に
普通に作物は育たない。取れるもの、取れないものがあると出ました。食べ物を並べたのって、何ができて何ができないか。20択できる、できない。なんだろうね。いや、それ、種類じゃなくてさ、その何、土地とかじゃなくて、わかんないけど。どうなんだろう。なんか、種類じゃない気がするんだ。この何地方はみたいな。どうなんだろう。おぉ、厳しいね。はい、ズバッと出ました。イエスを言うよ。1、そう、待って。2、3、4、5がノーなの。何これ。1、イエス。6、玉ねぎはいいんだ。6、8、9、キャベツとレタスに何の明暗があるのかわかんない。で、11がタワーなんだね。13、14、15は大丈夫。ああ、タンパク質大丈夫。牛ダメなんでも。13、14、15、16、18、19、20。はい。もう一回いいよ。1、6、8、9、13、14、15、16、18、19、20。はい。で、2025年7月を過ぎると、日本でも餓死する人が出るか。餓死。これは結構悲惨なカードじゃないか。餓死。日本で餓死って、どんな世紀末だよ。世紀末というか、なんだ、世界の終わり感がすごいね。日本で餓死。嫌だな。餓死。嫌だな。それは、すごく嫌な死に方だな。それ大丈夫かな？ズバッと出ました。うん。さすがに大丈夫じゃない？なんか、これなんだろうね。人里離れた。人たちからさ、めっちゃ離れた。で、ポツンって一人で住んでる人とかはあり得るかもしれないけど、普通にこう、コミュニティの中で生きてる分には、ないと思う。なんで、ノーで。5目です。玉木の2025年問題の占い結果で戦争により米ドルと米国株が下落するという結果が出ていましたが、そうだっけ？なんかいろんな、戦争だけじゃなくてなんか いろんなことが同時多発的に起きるみたいなやつじゃなかったっけ？違ったっけ？なんだったっけがね、なんか占いすぎてわかんなくなっちゃったんだけど。もし戦争が起きるとしたら、いつ始まり、いつ終わるのか。米国株はいつ下落するのか。回復すれば、するとすればいつ頃になるのか。これ、いつ終わるのかっていうのは、ちょっと難しいんじゃない？始まってもないから、どうだろう。ちょっと出るかどうか、わかんないし、その、めっちゃ長いじゃない？普通、タロット占いって半年一年くらい占うものを、すっごい結構先の話じゃない、これ。なので、信憑性っていうか信頼度、精度はすっごい低いと思って、見てください。お願いします。すいません。今月の何々はとか、なんか、一年後の何々はより、だいぶ戦争はいつ、始まり、これさ、年単位でいいですか？ 2024 号って。多分もっと細かく聞きたいんだろうけど、いつ終わるかをちょっと何ヶ月単位で出せないので、全部年単位で出しちゃう。アメリカが絡むだよね、多分ね。2024、5、あ、5、5が悪い。あ、6、7、8。ここだね。2025年に、5年から、5、6、7、8年。4年間。2025年から2028年の4年間が良くない。うん。はい。で、米国株はいつごろ下落するか。2024の上半期、下半期、2025年の上半期、下半期みたいな、ちょっとざっくり半年にさせてください。
2024の上下25。26になってからかな。26の頭だけの気がする。ズバッと出ます。2026年の頭ですぐ復活するかも。その、半年内っていうか、一瞬みたいな。2026年の上半期に一時的に、みたいな。わかんないよ。これをもとに、投資したのにとか、それは、ご自身の責任でお願いしますね。投資関係は。本当は占いをもとにそういうのをやっちゃダメなんで。で、回復スレッドすればいつ頃になるかは、今、占ったやつです。一時的みたいな。続いて、2025年に存続が厳しくなる業種。はい。五択。それぞれどうなるか。2025年。2025年に絡めてね、あの問題に絡めて、これらの職種なんか影響あんのみたいな感じか。ここに占い師も入れたい。ちょっと、個人的なのをちょっと、ぶっこんでいいですか？特殊な職業だけど。6! 占い師みたいな。YouTube にする？どっちにしようか。いや、私 YouTuber だとは自分のこと思ってないけど。占い師。占い師が必要ってさ、あれなんだよ。社会情勢が不安な時占い師が必要なの。コロナの時もそうなの。占い師っていうのは、職業を入れとくのは、社会情勢がどうなのかなみたいな。こう不安に襲われてんのかな見る。みたいな。でもそれを頼むお金すらないのかなみたいな。見るのにいいかも。6番占い師入れさせて。1、2。お、なんでみんな悪いの？ 4 がいい。こう。4と6がいい。ズバッと出ました。なんだ 4？ 美容！なんで？なんだかよくわかんないけど、美容と占い師がいい。4と6がいい。芸能、なんか、先が見えない感じ、なんか、無計画な感じ。イラストレーターのでしょ？飲食のでしょ？観光はまたあれなの？ちょっと美容がよくわかんない。美容と占い師の、なんだろうね。4と6が、いいんだけど、でも、質問の仕方が、存続が厳しくなるか。厳しくなる。存続が厳しいだとさ、死神とかじゃない？それこそ、もう終わっちゃうみたいな。存続厳しいまでの表現ではないよ。なんか、なんだろう。業績が厳しいみたいな。業績が厳しいで言うと、1、2、3、5です。必要とされそうなのは、4、6。なので、1,2,3,5 って書いておきます。存続ではないけどね。存続が厳しいまでの厳しさじゃないけど。続いて、ある日本人はホビ族から聞いた話によると、2025年に、これも占ったよね、なんかね、ホビ族って、サムネイルに書いた気がするもん。彗星が現れるそうです。この彗星について、これ占ったてるよね、過去にね、なんか、多分、ホピ族とかで検索すると出てくる気がする。でも、今検索してどうだったかって調べてたら、それだけで30分くらい経過しそうだから、もう占っちゃう。もう占っちゃう。もう、絶対占ってるよ、過去に。単発で、たまに、これ。あのさ、すんごい関係ない話していい？本当に。本当に関係ないんだけど。普段私、ブロックしないって言ってるけど、今日、二人ブロックした。うん。たまにするからっていう話。そう。じゃないとさ、なんだ、玉木ブロックしないって言いながらブロックしてんじゃんみたいにさ、言われるじゃん。そう、複数回なんかしてきたらする。うん。一回だけ、
自分の気持ちを表明して、なんかあんまりこうネガティブな気持ちを表明みたいなのは別にしないけど、何度もしてくる。なんか、そう。しかもこう、命令帳でああしろこうしろみたいな。あなたはカードを変えた方がいいとかさ。やってくる人がいたから、そう、なんだろう。こうすべきだ、こうすべきじゃないみたいな。占い方が違うとか、なんか、うん、お前のやり方をこう世の中に言うのは、他の占い師に迷惑だみたいなのを言ってくる人がいて、ブロックしますねって宣言の上ブロックしました。っていう話。そう。たまにはするよ。うん。そう。あんまりこのイエスノーのリクエスト占いではね、そんな変なコメントはないんですけどね。アイドル系とかはね、いらっしゃいますよね。で、2025年に現れる。違うの。そもそも。ノーって出たよ。2025年以降、地球に衝突する鳳凰。この、なんだ、衝突で鳳凰って出るかね。この彗星の影響で地球の地軸が傾く。災害を吹き起こす。私1枚足りなかったんだ。こうか。青い星のこと。違いそうだね。辰木亮先生が見たやつと関係ない。関係ない。え？前占った時関係ある、2025年のやつと関係あるって私占ったような気もしないでもないんだけど、今見る限り、2025年以降に現れるで、衝突しない、傾くもなんか違う。災害はなんかあるかな、ネガティブなカード。青い星のことなんか違う気がする。7も違う。これもっと先の話じゃないで、金のカードも希望に溢れてるしさ。災害っていうほどでもないしね、女教皇の逆も。だから、2で、もっと後の話じゃないって思った。とりあえず2025年にその彗星がなんちゃらで、どうのこうのは、なんか違う気がする。今見ると。ただ、この前だった時、そうかもね、って言った、かもしんない。2025年の話、かもね、この彗星って、私言ったかもしれない。問目です、うん。2025年、飢餓になる日本人はいるのか？イエスの場合どのくらい？2025年は備蓄をしていた人が助かるのか、イエスの場合、どのくらいの備蓄。はい。あ、1、2ってこう、まず、イエスかノーか見ちゃおっか。それが早いね、多分ね。飢餓になる日本人はいるか。あ、でも質問の質が違うね。飢餓って悪いカードじゃん、飢餓。一番は備蓄をしていた人が助かるのかはいいことじゃん。なので一番目はネガティブなカードが出たらイエスで。二番目はポジティブなカードが出たらイエス。一番目。イエスかな。ネガティブなカード。で、備蓄をしていた人が助かるのかイエス。うん。はい、ズバッと出ました。1も2もイエスで、じゃあ、1番目。イエスの場合、どのくらい？飢餓状態。お腹が空いたよー。くらいならいいけど、命に関わってくると、それは大変だね。飢餓状態。2,3,4,5,6,7,8,9,10,2,3,4,5,6,7,8,9,10。へー、どのくらいか。飢餓状態。この悪魔のカードは、なんだ ?1,2,3,4,5,6。1,2,3,4,5。500万人？ 500 万人？そんな恐ろしいこと？確実にないのは、5000万人とかは、豊かなカードが明るいカードが出てるので、いや、どうかな。
そんなに行く？ 500 万人？木が、状態によるよね、でも、木が。水かね、対策注意点に節制が出てるから。いや、なんか、二大黒っぽいカードはさ、いや、本当にもう、飢えちゃって飢えちゃってみたいなのは、千人以下かなって思ったんだけど、例えば、水が足りないとかが500万人くらいのかなとか、ちょっとね、あんまり大きい数字って、もうみんな震え上がるじゃん。私も今震え上がってるんで、ちょっと。マイルドに言っとくね。むちゃくちゃ、もう、例えば命に関わるくらい飢えちゃってみたいな人は、千人以下とか、いるかもしんない。まあでも、それさ、なんか路上生活者とかも入れると、普通に毎年いるかもしれないよね。フォローすると。そんなにいないか、どうだろう。路上生活者はどのくらいんだろうね。うん、千人以下。で、なんか金は水のような気がして、水も入るよね、飢餓にね。節制。そう、水がなんか500万人くらいちょっと足りないかもね。悪魔のカード一番、こう強めのとこ言うと。ただ、可能性として、この2000万人くらいまでは、ちょっと水足りないよー、みたいな。悪魔ほどひどくないけど、ちょっと足りないよー、みたいな。だから、国民の5人に1人とか、まあでも大体がね、人って集中してるけどね、住んでる場所が。5人に1人くらいが水が、じゃあちょっと足りないかも、みたいな感じになるかもしれない。なので、これ、2つに開くよ。本当に、食べ物は1000人以下。水は500万から2000万人。500万人から2000万人くらい気をつけた方がいいかもねって思った。で、備蓄ね、2番、備蓄、どのくらいの備蓄をしている人が助かるのか。1、2、3、4、5、6択。これもじゃあ、キーは水になってくるのかね。水！いやー考え直さないと水。水道水に頼っちゃってるわ。太陽。1週間。あ、でもこれは、備蓄は1週間ズバッと出ます。これさ、前占ったじゃん。どのくらい備蓄しといた方がいいみたいな。で、なんて出たっけ？普通の地震の時とか1、2週間って言ったっけ？もっと少なかったっけ？なんか、少なかった気がする。一週間とかだったっけ？富士山の時だけ、もっと長くみたいに私言ったんだよ。でも、一週間でいい気がする。なんだろうね。じゃあさ、最初の一番目の質問、飢餓って言っても、そんなに命に関わる、みんなバッタバッタ飢えて死んでいくみたいな、そんななんか地獄絵図のようなものじゃなくって、ちょっと足りないなぁ、みたいな。全然生きていける程度なんだけど、だって一週間だよ、一週間、うん。生きていける程度なんだけど、足りないよーみたいな感じになるのかなみたいな、うん。なので、恐ろしい光景を脳内で膨らませなくてもいいんじゃないかなとは思いましたけれどもね。はい。一週間分で大丈夫だと思う。一週間の水ならいける。うん、続いて、はい、2025年。南海トラフや地震や津波と話題になり、玉木さんもたくさん占ってくださいましたが、ちなみに玉木って名字じゃないからね。名前だから下の。玉木ちゃんの玉木だからね。直木マンさんの動画で、ホピの族長の皆様が実は日本の要所に、2025年に青いカチーナがやってくると、カチーナ、うん、これさ、何度も占ってるね、これもね。2025年の青い隕石かなんか、ね。これも何度も何度も占ってるね。はい。まず隕石と何かしらが落ちてくるのか、そしてその時海岸から離れているべきだとしてどのくらい距離を取っておけばいいのか。はい。落ちてくるか。これ過去どうだったっけ？隕石落ちてくるって質問。何度も占ってるくせに忘れてるな。でも、落ちてくるだったっけ？落ちてくるかもねって言ってた気がする、私。どうだったっけかな。
運命のは落ちてくるか、スパッと出ました。そんなに悪いカードではないんだ。でも審判とか世界とか、見ようによっちゃちょっと怖いんだよね、なんかね。決定打的な。もうなんか最後のカードじゃん、20、21って。運命のはもうなんかさ、偶然のなんかいたずらみたいなさ。これは、なんて読むかな。パッと見た感じだと明るいカードなんだけど、出てるカードがちょっと意味だけ見ると、確かに可能性として、何かの運命のタイミングとか、ちょっと角度がとか、そういうことではあり得るかなって思った。なので、三角にしとくね。いつも三角にしてんだけど、これ三角。で、その時、海岸から離れてるべきだとして、どのくらい距離を取っておけばいいか。離れているべき。これさ、何キロっていうより標高じゃなくて、って思ったんだけど、そんなことはない。距離、なんか関東平野みたいな、ずっと平地みたいなだったらさ、距離かもしんないけど、なんか高さが、重要なの高さじゃないって思ったりするんだけど、どうかしら。一応これ、平野とか平地を想像するよ。大阪とか、関東平野とか、名古屋とか、なんか平坦なところが続いてる場合、山がない場合、何キロ離れていた方がいいか。1、3、5、10。そんなとこよりも高いところにも、5番目にあったね。そうだな、3キロじゃ全然足りない。5キロ以上か、もしくは、そうねー、3、ここはダメな気がする。3、4、5で。うん。3、4、5。5キロ以上は、5キロって結構あるからね。5キロ以上か、とにかく高いところに登れか。高いところない地域あるからね、本当にね。うん。でもこれってさ、地震だとさ、ちょっとあるじゃん。間が。まあ、今回は何?石川のとは5分以内っていうめっちゃ速いスピードだったけど、ちょっと逃げる時間が何分かあるじゃない。隕石が落ちてきた場合って、なんか何分もない気がしない。感覚的に。わかんないけど、そのどのくらい離れてるかにもよるだろうけどさ。ごめんね。はい。なんか怖い想像するとどんどん怖くなるね。やめとこう。はい。